世田谷パブリックシアターホームページをご覧の皆さん、こんにちは。現代能楽集第7弾花の子についてに出演します、近藤公演です。今回自分にとっては未知の部分がほとんどの能や狂言の世界に、自分が好きな倉持さんの演出の作品に、関わることができて、本当に楽しみにしてます。まだ能や狂言に触れたことがないという方、まだまだたくさんいると思います。この機会にぜひ、劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。お待ちしております。